こんにちは、柴田です。今日はですね、最近よくある質問でギターを立って弾くのが難しいと、どういう練習をすれば立って弾けるようになりますかというふうなんですね、質問にお答えさせていただきたいと思います。まあ、ギターはですね、立って弾くのと座って弾くのじゃですね、もう全然感覚が違うんですよね。まあ、単刀直入に言うと、もう慣れだったり練習しかないんですけれども、まあ、なんで立って弾くのが難しいかっていうところをまずしっかりと考えた上で立って弾く練習をしていった方がいいので、まずはですね、大きな違い、座って弾くのと立って弾くのの大きな違いを3つにしましたので、まずはそこからお伝えさせていただきたいと思います。まず1つ目は目とネックの距離ですね。立って弾くとどうしても距離が遠くなります。座って弾くのよりも遠くなっちゃうので、やっぱり押さえる場所迷っちゃったりするんですよね。でしかも座って弾くとこう角度的に指板が見えやすいところでこう割と弾いちゃいがちなんですけれども、立つとやっぱ指板が見えないですよね。こうしないと見えないですもんね。こんなやりながら立って弾く人なんていないんで、まずもうこの距離感と角度、これが大きく違ってきます。そして2点目はですね、左手のね、手首の角度、これがね、実は一番苦労するところではあると思うんですけれども、座って弾くとこう持ってこれるんでね、手首をこう巻き込めるんですけれども、どうしても立つとこれはね、結構やはりね、ギタリストの皆様が腱鞘炎で悩むっていうのはこれですよ。これがね、結構やっぱりきついです。こっちのローフレットの方はまだいいんですけど、ハイフレットの方になっていくと、さらにこう手首をね、曲げていかなければいけないっていうところで非常に難しいですね。これが2つ目です。で、3つ目は右手の固定の位置ですね。座って弾いてる時と立って弾くと完全に位置が変わってきます。こうですね、座って弾くときはこの辺なんですけれども、立って弾くとこういう風な感じになりますね。この3つです。ネックと目の距離感、左手首の角度で、右手の固定位置、この3つがですね、立った瞬間に全部ボンと降り注いでくるわけですよ。だからめちゃめちゃ難しく感じるんですよね。まあ、これをね、解消していくには一つ一つの慣れが必要なので、まあ1にも2にも練習しかないんですけれども、もうやっていく方法としては、まずストラップを短めにして立って弾く練習をする。短めに構えて立って弾く練習をして、でちょっとずつ落としていくっていう風な方法、まあこれが一番ね、現実的なんじゃないかなと思います。まあ、座りながらも立って弾くときに役に立つ練習としては、やはりこう顔をですね、ネックに近づけすぎないとか、あと右手を固定しすぎないとか、もうここにバチッと決めて弾くんじゃなくて、割とこうフリーにしながら弾くとか、まあそういったことを意識するだけでも結構ですね、いざ立って弾いたときに役に立ったりもします。まあ、もっと細かく言うとね、例えば右手の固定の位置が変わってきたらピッキングの角度が変わってくるとか、いろいろですね、もっと座ってから立つだけで支障がたくさん出てくるんですが、もうこれはですね、慣れしかないんで、日々ストラップをつけて立って弾く練習をすると、で座って弾く時にはこうやって近づけすぎてみないとか、ここを固定しすぎないとか、手首をグイーッと座った時にしかできないようなぐらいまで位置をですね、こう曲げちゃうとか、そういうことをしないように意識していくと、割と立って弾くことに違和感がなくなっていくと思います。最初立って弾いた時は多分ね、ピッキングの位置とかも全然変わっちゃってるし、右手と左手の感覚が座ってる時と全然違ってきて、思ったように弾けないっていうことが多々あると思いますが、まずはですね、先ほどお伝えしたように少しずつですね、ストラップを下げていって練習をしていくと、でちゃんと先ほどお伝えした3点を意識するようにしながら練習をしていけば、立って弾けるようになると思います。 あとですね、座って弾くときも指板を見すぎない、前を向いて弾くとか譜面を見ながら弾くとかっていうのを心がけるのも必要だと思います。
立って弾く練習をすることによって利点もたくさんあって、指板を見ないで弾けるようになったりとか、手首が非常に柔らかくなったりとか、右手の位置を固定しなくても弾けるようになったりとかっていうところもありますので、ぜひぜひですね、立って弾く練習っていうのは皆さん試してみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。